こんにちは、清明祭です。今回はね、ドラゴンホジエ第18巻最終回の感想をコミュ障が語るということで動画を撮っていきたいと思います。まあ、アベマ TV の方でね、昨日の9時からまあ生放送でね、まあそのホリエモンとまあたわしのまあがまあ東大に合格したかっていうのをまあ発表するっていうのをまあやってて、まあ僕はその昨日はまあちょっとバイトがあってまあ見れなかったんですけど、それでまあ今日まあ一日明けてまあ今日見たっていうまあ感じなんですけどね。はい。でまあ僕その17巻の方もまあ見てなかったので、まあ17、18っていうまあ両方見て、でまあ結果的にまあたわしさんもまあホリエモンも両方落ちたっていう、まあ不合格だったっていうまあ形だったんですけどね。はい。でなんかそのまあ一つ思ったのは、まあそのドラゴンホリエのその18巻見てて思ったのは、まあ結果を出すまでまあ持たせすぎというか、まあ時間稼ぎしすぎだよなっていうふうには思いますね。思いましたね。はい。アベマ TV を見ていて。はい。まあ他のそのまあ1巻からまあ17巻の分もそうだと思うんですけど、まあ母様に時間稼ぎというか、まあ尺稼ぎしていて、まあそうしないとまあ番組自体持たないんでしょうけど、まあ生放送の分もまあかなりまあ尺稼ぎしてて、まあ土地のとこはまあ飛ばしてまあもちろんまあ見たんですけど、まあ結構その YouTube の方なんかではまあ低評価がまあかなりついていて、まあまああんだけ尺稼ぎしてたらまあ視聴者もまあイラつくだろうなっていうふうにまあ僕もまあちょっとイラついたんでね。はい。まあそれはあったんですけどね。はい。でまあ勉強時間に関してはまあなんかそのたわしさんはもう2000時間以上勉強したって言ってて、でまあホリエモンはまあ57時間って言ってて、でまあホリエモンの方はね、まあネックというか、まあその前の僕がその撮ったまあ動画の方でも言ってたと思うんですけど、まあ数学がまあ結構重要というか、まあ東大合格のために重要なんじゃないかなっていうふうにはまあ言ってたんですけど、まあ17巻の方でまあ全然その数学がダメだったみたいな感じだったんでね。はい。まあ多分そのホリエモンは合格できなかったんじゃないかなっていうふうにまあ思ってたんですけど、まあやっぱり結果的にやっぱり不合格っていう感じで、でまあたわしさんはね、まあすごいその努力してて、まあもう1日12時間とかもずっとそういう勉強を続けてて、まあまあもしかしたらっていうのはまああったんですけどね。はい。まあまあ結果的にはまあ落ちてしまってね。はい。まあ残念でしたよね。はい。でまあなんかその東大、まあそうですよね、まあその生放送なんかでもまあ涙見せてて、まあやっぱりあれだけ勉強して落ちるっていうのはやっぱり結構悔しいとは思いますからね。はい。まあやっぱり努力が水の泡になったっていう感じもやっぱりあります、あると思うんでね。はい。まあホリエモンなんかはもう生放送でまあそのなんか中継みたいなのでまあ出てて、まあ笑ってなんかまあまあ、お酒とか飲みながらまあ中継にまあ出てて、まあ全然なんか悔しそうな感じじゃないというか、まあなんかそういうなんか楽しそう、逆になんか楽しそうな感じでなんか映っててね。はい。まあまあ57時間しかまあ勉強しないっていうのもまあそういうのも多分あるんでしょうけどね。はい。でまあなんかその東大はなんか東大のまあまあ今月かなんかだと思うんですけど、まあ今月末ぐらいか、まあ詳しくは分からないですけど、まあ点数開示とかあるみたいなんでね。はい。まあドラゴンホリエ自体はまあ一応
今回の分はまあ最終回っていう感じなんで、まあ、たわしさんのツイッターとか、まあ、ホリエモン自身のまあツイッターとかで、まあ、点数を公表してもらいたいっていうのはありますね。はい。まあ、実際その合格までどれくらいの、まあ、どれくらい迫っていたかっていうのは、やっぱり気になるところだと思うんでね、まあ、そういうのは公表してほしいなっていうふうには、まあ、思いますね。はい。で、なんかもう、まあ、シーズン2やるみたいな話もあるんでね。はい。まあ、たわしさんと、まあ、ホリエモンと、あと、まあ、わっちさんは、まあ、出るっていう、まあ、ことで、まあ、ことだったんですけど、で、まあ、多分、講師の、まあ、二人も、多分、たくみさんと、あと、もう一人、まあ、ちょめちょめクラブの、まあ、大島さんですよね。はい。まあ、その人も多分、その二人も多分、まあ、続投っていう感じで、まあ、続けるとは思うんですけどね。はい。まあ、できれば、まあ、あの二人も、まあ、結構、その、キャラ的には、まあ、好きな、まあ、僕としては好きなキャラなんで、まあ、シーズン2あるなら、まあ、出てほしいんですけどね。はい。で、まあ、なんか、お坂東吉川さんは、まあ、出ないって言ってて、まあ、でも、ちゃんとその、まあ、なんか雰囲気的になんかシーズン2にもなんか出ないといけないみたいななんか雰囲気はあったんですけど、まあちゃんとああいう場でね、まあやりたくないっていうふうにまあ言えるのはまあ偉い偉いっていうか、まあいいとは思いますよね。はい。まあやりたくないのに、まあその受験を続けるっていうのもなんかおかしいんでね。はい。まあちゃんとああいう場でまあはっきりやりたくないってまあ言ったのはまあ良かったんじゃないかなっていうふうにはまあ思いますね。はい。で、まあ、なんか次のシーズン2は、なんか一般人の、なんか、一般人もなんか出れるみたいな、まあ、47歳以上の一般人は出れるみたいな感じなんで、まあ、どういう人が、まあ、応募してくるのかが、やっぱり楽しみっていうのはありますね。はい。まあ、また、まあ、いつ頃かかは、まあ、わからないですけど、まあ、夏か秋頃か、まあ、シーズン2が合うのかどうかわからないですけど、まあ、あれば、まあ、見てみたいなっていうふうには、まあ、思いましたね。はい。まあ、メンバーのその人たちと、あと、まあ、講師の、まあ、ホリエモンと、あと、和知さんと、まあ、あと、まあ、オバンド吉川さんと、たわしさんと、あと、まあ、講師の二人には、まあ、あと、まあ、番組制作の人たちですよね。まあ、お疲れ様でしたっていうふうに、まあ、言いたいですね。はい。はい。まあ、終わります。